えー、第38回気象予報士試験の学科専門分野の解説を行っていきます。天、ま、候、あの解説ですから、もう、えと。こうやってとこを解いたらいいんじゃないですかみたいな、ね、感じですんでね。1問目からいきます。えー、まあ、観測ですよね。日射の観測のことを言ってます。どうやって、えー、観測してるのかというか、まあ、あのー、約束事と,とかですね。あの、こんなふうな 条件で測ってますよっていうことを整理してくださいね。えー、直達日射量は太陽光線に垂直なあらやだ太陽光線に垂直な面で受けた単位面積対時間あたりのエネルギーを観測するものですと分かんなかったらそのまま覚えてください。 直達日射を含めて天空全方向から入るのを前天日射っていうんですよね。その前天日射量はどうなってるかっていうと水平な方向です。水平ですよ。地面で水平って取りますよね。その水平方向で水平面で受けた対面積、体時間あたり、あ、えっ、ー、と水平面で受けた対面積あたりのエネルギーを観測してますよということですね。 でその直達日射量ですけれどもあの前ねあの火山灰とかでこう日射が少なくなるっていう日射がね少なくなるっていう話をしたと思いますけれどもそういうエーロゾルによる影響っていうのがあるわけですねエーロゾルによる散乱です。エーロゾルによって光が太陽光が散乱されちゃってなかなかこう直達日射量が多くならない。 それで、えー、地表面の温度が下がるなんていうのがこう火山灰がわーっとこう日傘効果でね火山灰に覆われた時にそんな効果があるよっていう話をしたんですけれどもエーロゾルによる散乱ですねで、えー、これが影響してくるよとで最後日本付近でよく晴れた日の正午頃でっていうのはもう実はこれ答えが2番って見えてるんですよねこの C のところまでで ですから、まあ C まで分かれば、あとは0.9しか残されてないんで0 9パー,平方メートル程度なんです。だから分かんなかったらもうこのままね、えいと、覚えちゃえってことですね。答えはもう C までで出ますんでね。そういう問題もあります。2番目。えー、気象レーダーで観測された降水エコーこれはね、結構あの、どん 2つの図を使っててこんな贅沢にね図を使う専門分野の問題ねこんな実技みたいなねあの問題になっちゃってますけれどもなかなか面白い問題ですねどうやって見ていくかっていうことなんですけれどもまあ単単純っというかパッと見ですね ABC ってね時系列でまあ見ていくと A はまあ 北陸地方をこう見えてますね。北陸地方の降水ですけれども、A は気圧の谷が近づいてきて降水が始まってるんですね。で、A 地点で、あ、ごめんなさい。この観測地点の大文字の A ですね。大文字の A 地点。ここで、えー、見てみると、まあ雲を断続してるんですよね。途切れ途切れにこう A 地点を通過してるような状態になってる。ところが B の時間帯になると、ここですよ。B の時間帯になると、もう前後3時間ずっと雨降ってるみたいなね、えー、感じで、えー、なってると。結構厚めの降水域を通過中という感じですよね。 これは気圧の谷が通過中だよっていうような状態なんですね。で C になるとどうですかねこれこう雨雲がこんなふうに雨雲なのか何雲か知りませんけどこんなふうにね流れてる筋状のエコーが現れてるように見えませんか つまり C はですね、気圧の谷が通過して、えー、北西風とか西風とかに、まあ、走行に沿ってですね、あの、雲が並ぶようになっていると。 谷が通過した後の季節風なんじゃないかなっていう風うに見れるんですね。だから、気圧の谷が近づいてきて、降水が始まって、谷の中で、こう、うわーっと降水現象がたくさん、こう、雨なのか雪なのか降らせて、通過した後に季節風の走行に沿って栄光が並ぶようになったという状態です。と考えると、まあ、A ですね。これ。 一番初めの時間帯は、まあ、気圧の谷が近づいてきてる。で、えー、しかも降水が断続してるっていうところで見ると、えー、まあ、ウィンドプロファイラーで見るとですね、この赤いのが現れてる。この辺に赤いエリアが現れてますけど、つまり上昇流ですよね。えー、で、しかも降水が断続してる。まあ、地表面付近で見ると降水が断続していると。 いう状態ですねやっぱり谷の前面これから気圧の谷が入ってきますよっていうことですから、まあ、上空は西、えー、南西風になってるのがわかると思うんですけれどもねつまりまあこんな風な形で気圧の谷が近づいてきてるよっていうことですよ。こここれトトララフフですうういいうがあっててて気圧の谷がこんな風に近づいてきてるよというのを示唆しています。なのでまあ一番初めの時間帯は「いい」ということになります。 で、B の時間帯は、降水はね、まあまあ、パッと見、打ってすぐ分かっちゃうかもしれませんけれども、まあ、前後3時間、結構、雨が断続じゃなくても、結構連続的に降ってるよという状態ですね。E の時間帯とは明らかに違う。このね、この E の時間帯とは明らかに違う降り方をしてますよね。 じゃ「あ」えー、アはどうなんだというとね「ねあ」も連続的に降ってるんですけれどもちょっとエコーの強さ高度が低いんですよねそんなに発達した雲その高い、えー、ところで降ってるあの降水じゃなさそうだぞということけでしかも「う」の場合は結構高層の方まで観測できてるんですよね。ってことはあの高層まで結構湿った状態です。 気なのでまあ高層の方5キロから上空でも南西風全部南西風になってますまさに気圧の谷が通過している最中というような状態ですかね。ですので B は「う」ということになります。で C はどうなっているかというと気圧の谷が通過した後ですから、まあ、全体的に西風から北西風になっているんですね、えー。あのウィンドプロファイラーを見ると前後 3, 3時間全部北西風結構、ね、上の方まで揃った形になってますね。しかも4キロより上ここかあの観測されてないですよね。つまりここ乾燥してると 乾燥してあんまり上の方まで高度、えー、と観測できなくなっちゃってるよというのが、まあ、ウィンドプロファイラーの,あの特徴ですけれどもこの谷が抜けて北西風の走行季節風北西とか西風ぐらいの季節風の走行に沿って雲が並んでこのような数字上のエコーが現れてるということですよね。なので、まあ、C は「あ」になるということですね。 ま、答えで言うと、4ってね、番ってなんだよって話ですけれども、えー、まあ、4番で言うと、A がいで、えー、B がう、うで、C があと。いうことになりますよっていうことですね。はい。じゃあ、3番。3番はドップラーレーダーの話ですね。 プラレーダーの話もですね、まあ、最近よく出ます、であの台風のこの AB の観測,観測地点、レーダーの基地ですけれども両時刻とも台風を取り巻く循環内にあったということですから、まあ、台風循環内にあるのかなって本当に見てみるとですね一番風速強いところで、えー、矢印でも書いてみましょうか。こんなな風 中心がレーダーでになりますからその中心に近づいてくる遠ざかってくるっていうことで色分け、ね、されてるってことですよね。それでこう矢印っていうんですかねあの同型風速を風の循環を見てみるとこんな左回りのねあの明らかに右側に位置するポイントになるわけです。つまり この時点では、えー、こっち側のね台風の中心があるということです。で3時間後ですよ3時間後はどうなってるかっていうと、ま、あの風速がこう強いところをね今結ぶとこんなふうにあ今度は中心が左側中左巻きの中心左巻きの左側。 左左巻きの渦巻ききののの側になってるっていうのるうがわわかけです明らかに中心抜けてるんですよね。明らかに中心が抜けた状態になっていると。で、うんまあ、こういう問題はですね、あの計算してもいいんですけど、まあ、下にスケールが、ここにね、スケールが出てますから、まあ、コンパスでも使うと一番いいかと思うんですけれども、あの この3時間の間に中心がこの A、B の間を抜けたわけですよね。この3時間の間に1番から2番の時間帯のこの3時間の間に中心が抜けたと。しかも、この回転のその方向、風向からすると、東の方にえー中心が移動していったということがわかるわけですね。で、東へ移動するというのは2番か3番ですけれども、こコンパス当ててですね、 この辺の距離見ると大体100キロぐらい進めばこの風向の変化になるわけですね。100キロぐらい進むと風向の変化こういうふうになるので、まあ、大体3時間、まあ、1時間あたり時速ですから時速にすると30キロメートルぐらいかなっていうのに、まあ、検討も簡単につけられはするんですけれどもね。あの決してこう精密にこう細かくやらなくても大体当たるという。 問題になりますねドップラーレーダーはその同型方向の成分を測っているものですからあのレーダーに対して直角な方向の動きは、えー、そっちの方向の光水粒子の動きは観測できないのでそこだけ、えー、分かっていれば多分できると思います。次 <laughs> 答えは2番ですね東へ3 0キロパーアワーということですねで4番目これはですね気象衛星の画像を使った赤外画像ですねを使って低気圧温帯低気圧のライフステージが分かりますかっていうことですねこれはあの専門でここまで出てますけれどももちろん実技でもですねあの出てきますんで、まあ、大事ですのでまあポイント3つぐらいですかね えー、どれがスタートかわからなくてもですねまずこれバルジって言いますねバルジって言いますでこれこれをつまりじ、えー、めこうね低気圧温帯低気圧が発生する頃はこう雲が前線帯のところになんかこう散在しているというか前線帯があるなっていう雲域ができ始めるんです。 で、その次の段階、温帯低気圧が発達し始めると、えー、温暖前線面を暖気が上昇し始めて、低気圧の東側、まあ、前面とも言いますけれども、こうね、北側にこう、だんだんこう、雲行きが盛り上がってくるんですよね。そういう風うになってるかどうかってだけですね。こういうところ、だんだんと北側の盛り上がりができてきて、で、C の段階になると、バルジが明瞭になってきますねっていうことなんです。まあ ここの、ね、明らかにこの雲の厚み見てください、雲の幅ですね、それでわかると思います、北側へ、ね、の膨らみがどれぐらいかっていうこと、そういうところで判断するということですね、そうするとドラ、そしてドライスロットっていうのは、もう低気圧の中心付近にこう南側から乾燥した空気が入り込んでる、雲が焼酸する中心付近で雲がね、称賛しちゃってると。 いうようよな状態ですからこれはもう閉塞過程もう発達すぎて閉塞過程に入ってるっていうことのまあ表れですよね。なのでまあ逆から言うと BB いって CA と,、C、A とこの順番に進んでいくわけなんですね。じゃあ D は何かっていうとこれはもう前線体が こうね前線帯のあたりにこう雲行きができてきたような雲のスタート前線帯のあたりに雲ができてきているような状態ですよねなのでえスタートが分かなくてもまあこの並びが分かればまあおのずと分かってくると思うんですけれどねスタートは D ということですはじめが D でその後は ACB と続きますので答えは4番 言えないですか？4番の dacb という順番になるまあ、ポイントはドライスロットとバルジですよね。これをどこに配置するかっていうことで、だいぶあの分かりやすくなると思いますね。その後のこう、どうやって雲が発達していくかっていうことさえわかればわかると思います。